地味ですか？そうですか、楽しいですよ、はい、そんな渋谷部ちゃんが大好きです。はい、はい、たくさんねお誕生日おめでとうライン来たと思いますけど、誰が一番伸びでしたか？あ、矢野ひなきちゃんが一番でした。はい、一番最初で、その後にいろんなメンバーの子が、12時に来ました。もう12時00分一番最初に来ました。はい、はい、さてさて、以前生配信でお聞きしたのですが、アグボンのお誕生日おめでとうラインはひなきちゃんが最速だったとアグボンが言っていたのですが、ひなきちゃんは最速を狙っていたのでしょうか、わら。またひなきちゃんの誕生日の時はアグボンは最速の称号を得ることができたのでしょうか、覚えていたら教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そう、ひなきちゃんが最速でした。でも12時ぴったりに送ろうとは思ってたから、うん、そう、ありがとう。そう、でもにぎちゃんラインに送るか個人ラインに送るかは確かに迷いました。あ、でもみんなそれで気づいてね、そうそうそう、すごい12時00、うん、そうそうそう、みゆたんとかも、みゆたんも12時00分に来てたんだけど、多分00分01秒とか、ね、待機してたの。そう、みゆたん多分15秒とかそういう感じだと思います。うん、めっちゃみんな早く応援し、お祝いしてくれて嬉しかったです。え、私最速称号得られてないかね。誰だっけな、なんか送ってきてくれてたのは覚えてるけど、そう、誰かまでは覚えてないかも。最速なんか誰だったっけな、うん、なんかね、最初の方は私みんなの最速を狙ってやってたんですよ。そうでもね、今最速の女王には輝いてません。でも結構いつもバラバラだよね、誰かの誕生日って言っても誰かが一番最初はって感じじゃなくて、そうそうそう、バラバラだ ね、 ね、うん、うん、そうそうそうかな、誰が最速だったんだろう、ちょっと確認しておきます、うん、はい、はい、